はい、こんにちは。今日は2021年の4月18日日曜日です。日曜日ということですね、 Y モバイルのオンラインストアの方からちょっとメールが来ておりましたので、ホームページへ飛んできました。オンライン版ですね、こちらです。 Y モバイルご契約でペイペイボーナスプレゼントというキャンペーンですね。で、2つありまして、SIM だけ契約、お手持ちのスマホそのまま使える、それから新しいスマホに、これはスマホの割引とセットということですね。 SIM カードだけであればですね、最大1万円相当ので、 iPhone やスマホ合計最大8555円相当のパックがある。見てみましょうかね。この条件は、利用エントリーすることでもらえる特典3000円相当がバックされると。バックされるのは、どこでももらえる特典というのはですね、2019年12月から、実施中ですね。はい。で、このサイトからですね、Yahoo Japan ID でログインしてエントリーをしてくださいと。プランはですね、シンプル S、M、L のお申し込みをしてください。新規、乗り換え、番号移行でお申し込みをしていること、これが条件ですと。機種変更ではなく、新規や MNP ということですね。で、お申し込み後、Y モバイルの契約が完了してくださいと。これでですね、3000円相当を付与しますと。特典の適用はこの 1ID ですが、Yahoo Japan の ID でしょうね。1ID につき1回限りですということですね。条件がありますのでお読みください。ログインしてエントリーした場合は3000円相当が追加されると思ってこれから見てください。で、この当サイトからのお申し込みは7000円相当、SIM の場合ですね。それから、このスマホ割引がある場合は5555円ということになります。どこでももらえる特典3000円ですね。それから、これ併用してですね、SIM カード。新規の場合は5000円相当で、これ、プランによって違うんですね。シンプル S の場合は対象外と。ですね、もらえる特典は、どこでももらえる特典が3000円相当になります。これはエントリーしてくださいと。で、併用可能なやつですが、これが5のつく日、日曜日にお申し込みの場合、このプラン、キャンペーンが併用可能ですと。シンプルS で申し込むと SIM カードの場合は対象、シンプル M だと SIM カードの場合は新規乗り換えで5000円相当が対象と。それから、シンプル L プランだと7000円相当の特典が得られますと。で、スマホご契約特典の場合はですね、この5のつく日あるいは日曜日に申し込むと、どのプランであっても新規乗り換えで5555円相当が対象になりますと。さらにですね、ここですね、ネットからのお申し込みは事務手数料3300円が無料になりますと。これは意外と大きいかもしれませんね。 iPhone12 も Y モバイルで買えるようになったということですね。 iPhone SE も買えますと。いずれも特に iPhone の場合は値引きされた印象はありませんが、 Android の場合は結構値引きがされているようです。 OPPO Reno3A は一括払いで 14,760 円ということですから、おおよそ2万円相当の割引がされているように思います。あのですね、Android スマホに関しても結構割引がされているようですので、この中にですね、興味のある端末がある方は Y モバイルの今日の特典はですね、魅力的かもしれませんね。 Xperia 10-2 もありますね。一括払いが 34,920 円で買えますと。 Xperia 8 もありますが、ちょっとこちらスペックが劣る分お安くなっています。アコスセンス4ベーシックも商品詳細を、商品を見てみますとですね、メモリー3ギガ、ロム64ギガと、ちょっと少し他のアコスセンス4に比べるとコストダウンされています。これで申し込めるお得な料金プランと書いてあるんですが、注意が必要です。こちらの書かれているですね、シンプル S900 円、それからシンプル M1900 円、それからシンプル L2700 円というのはですね、あくまでも家族割引適用時の2回線目以降のお値段ですので、こう家族でですね、使われる方は結構お得感があるんですが、1人だけ、1回線だけで使われる方はですね、プラス1000円を考えないといけませんので、そうなるとあまり他と比べてお得感は出てこないですね。シンプル M で 15GB で、1人である場合は2980円ですから、これだと UQ モバイルの方が勝っているかもしれませんね。ちょっとそこら辺はよく比較してですね、申し込んだ方がいいと思います。あとはキャンペーンがうまく利用すればですね、お得な人もいるかと思います。ということで、本日はこの併用可能なんですね、日曜日のお申し込みというのが使えますので、
気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうかというお話でした。